私は海洋生物学が専門で、特に海生哺乳類学を専門にやってます。そうですね、行動学というか行動生態学というような、行動と生態を見るという研究を主にやってます。まあ、シャチについてなんですけれども、鯨類には2つの分類群があって、口の中に歯が生えているものと歯が生えてなくて、あそこにあるんですけど、ヒゲ板って呼ばれるものが生えているものがいるんですね。でそれがヒゲクジラアモクとハクジラアモクっていうふうに分かれているんですけれども、でシャチはそのハクジラアモクの仲間になります。鯨類の中でよくイルカクジラっていうんですけれども、イルカとクジラって実はその分類群とは全く関係なくって、体長が4メートル以上のものが慣習的にクジラって言ってて、4メートル以下のものがイルカって言ってるんですね。4メートル以下のものは全部ハクジラなので、小型のハクジラがイルカなんですよ。歯の代わりにヒゲ板を持っていて、ヒゲ板っていうのが爪と同じケラチンタンパク質でできてるんですよ。だから歯茎から爪みたいなものがバーって何百枚も生えてるみたいな感じなんですけれども、その先が繊維状になっていて、それがフィルターになって、水と一緒にプランクトンとか群れにいる魚をガバって食べた後にこう押し出して、水だけ押し出すと、そのフィルターに餌だけ引っかかって、それで水の中から餌を食べられるという、そういう仕組みになってるんですね。でイルカとかは、まあ、魚をヒュッてこう一つずつ、イカとか魚をヒュッて飲み込んだりとか、まあ、パクって加えたりとかするんですけれども、でシャチは、まあ、日本語だとシャチなんですけど、英語だとキラーホエールで、ホエールなんですよ。まあ、確かに体長が8メートルとか9メートルとかありますので、まあ、クジラなんですけども、歯が生えているのでハクジラ類なんですね。これとかが、シャチの背びれなんですけれども、背びれがオスだととても高くなるんですね。もうオスで背が一番成熟してみるものだと、背びれだけで 1.8 メートルとかになるぐらい大きくなるんですけれども、その背びれのところにちょっと欠けたりするところがあるんですよね。ここら辺欠けてるんですよ。まあ、この欠けてるのは治らないのでずっと残るんですね。であとこの後ろに白いサドルパッチと呼ばれる白い白斑があるんですね。人間の指紋と同じで、生まれてから死ぬまで変わらないんですね。まあ、なのでこの白斑がそれぞれ違うので、個体によって違うので、それで個体識別ができます。オスだと大きくなるので、もう10年とかずっと取りためてると、最初は背びれがちっちゃくても、だん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 背びれが伸びてきて、あ、オスだったんだなとかが分かったりとか、あとこの個体とこの個体がいつもいるから、おそらくこれらは家族なんだろうとか、そういうことも分かってくるんですよね。シャチって閉経があるんですよ、メスに。で普通の哺乳類っていうのは、もう死ぬまで子供が産めてる状態なんですよね。こう閉経しても子供が産めないようになってからもう生きてるんですよね。おばあちゃん仮説って言っていて、それはシャチとかゴンドウとか、そういうもう結構決まった種しか見られてない、そういう状況で、おばあちゃんが群れのリーダーになって、娘と息子と孫たちと一緒に群れで暮らしているので、こう子供が産めなくなっても、おばあちゃんが教えてあげること、教育するっていうことが、その群れの生存率に深く関わってきてるんじゃないかっていうふうに言われていて、でシャチはおばあちゃんがリーダーになって、まあ、この時期はここに行けばこういう食べ物があるから、みんなでそっちに行くみたいな感じで、こう回遊をするんですけれども、それが文化として伝わっていくんですね、子供たちに、狩りの仕方とか。なのでそういうふうに長生きをして子どもたちに教えていくっていうような、そういう群れを作った社会を作っているのではないかっていうふうに考えられています。おそらくですけれども、まあ、マッコウクジラとかもそうなんですけれども、深く潜る
餌を食べに深く潜る時とかって子供はついていけないんですよね。そこまで運動能力とかがなかったりとか息が続かない状況なので、そういう場合にお母さんだけしか一緒にいられないとお母さんも食べパグれちゃうんですよね。だから家族で交互に潜っていて誰かが子供の面倒を海面で見てる、その間に他の人たちは潜って餌を食べても帰ってくるっていう、そうこういう交互にやってたりとかするんですよね。まあ動物の知性っていうのがどれぐらいなのかっていうのは結構論争はあるんですけれども、やっぱりシャチの場合は家族で一緒に暮らしていて文化がすごい伝わってきていて、おそらく教育行動なども見られている数少ない種なんですけれども、それ家族で暮らせるってことは、まあ、家族をちゃんと覚えているっていうことと、音とか鳴音とかも自分たちが出す家族の音とそれ以外の音をちゃんとおそらく聞き分けられているだろうっていうこととか、この時期にこの場所に行けばこの動物が食べられるっていうのもやっぱり記憶によって自分の行動を変え、自分たちの行動を変えているわけで、まあ、そういうふうな多分記憶力みたいなものは優れてるんじゃないかなと思いますね。南極でのアザラシの狩りの仕方とかを見てると、こう海氷の上に乗っているアザラシがいるんですけれども、それを食べるためにどうするかっていうと家族でこう列を組んで一斉にその海氷に向かって泳いでいくんですよね。そうすると波ができるんですよ。ほんで海氷に波がバーって当たって海氷の上のアザラシを波で洗い流すんですよね。それで海氷からドボンって落としてそこで食べるっていう、そういうことするんですよね。まあ、なので本当にいろんな動物を見ているけど、あんなにこう多分催事の仕方とかをこう家族ごとに変えているっていうのがあまりなくって、まあ、そこがシャチのなんかこう文化とかそういうものを研究したいっていう人が多い理由かなと思いますね。2010年ぐらいから私だけじゃなく北海道大学だけではなくって東海大とか常盤大三重大などの共同研究者たちと一緒に北海道周辺のシャチを研究しているんですけれども、でその中で、衛星発信機というものをシャチにくっつけて、でそのシャチが北海道からどこに回遊移動していくのかっていうこととか、その中の1個体には深度センサー、潜った深さが分かる記録計というか発信機をつけたところ、まあ、釧路に秋口にいる個体は、まあ、たまに択捉の方まで行ってでまた釧路に帰ってきて、で釧路の、 海底谷と呼ばれる結構深いところの周りをこううろうろずっとしているっていうことが分かったり、羅臼の個体は5月6月に根室海峡羅臼沖にいるんですけれども、その後、まあ、国後とか択捉とかその北方四島のオホーツク海側を移動していて、たまにその千島海溝って呼ばれるようなところまで出てまたオホーツク海側に帰ってくるっていうようなことが分かったり、あとはその深さについてなんですけれども、つけた個体が700メートル以上も潜っているということが明らかになりました。それだけエネルギーをかけて潜るってことは何らかいいことがないと700メートルの水深のところに、なのでおそらく餌があるんだろうと思うんですけれども、まあ、その中深層性っていうんですかね、その深いところに群れでいるような何らかの餌生物をまあ食べに来ているのではないかっていうことも考えられますし、やっぱりでも羅臼で見てみると、まあ、生まれたばっかりな感じの赤ちゃんとか連れてる場合もあるんで、で25キロぐらいの狭い中で両方を国後島と知床半島に挟まれているので、まあ、海が荒れるって言ってもそんな外洋ほど荒れなかったりするんですよね。まあ、なのでそういう穏やかなところで泳ぎがあんまりうまいとは言えない子どもを、まあ、ゆっくりこう移動しながら餌も食べつつこう泳いでいけるっていうところももしかしたらあるのかもなとは思っています。
哺乳類を食べるシャチと魚類を食べるシャチっていうのがもう分かれてるんです。遺伝的にも分かれていて、でラオスには哺乳類を食べるシャチもいるんですけれども、それ以外のシャチもおそらくいて、魚類を食べるシャチなんですけれども、でも魚類を食べるシャチって結構カナダの方とかでは鮭とかを結構よく食べてるんですけど、ラオスのシャチは鮭が帰ってくる9月10月には来ないんですよね。で、鮭を食べているところとかも観察されてないんで、鮭を食べているシャチではないんだろうなっていうのは分かるんですけれどまあやっぱりその深いところにいるイカとかを食べるテーブルだと思うんですよね。そうですね、私もすごいみんなすごい疑問に思ったのは、カムチャッカ半島とかにもシャチが見られてるんですよね。で、千島列島があってラオスがあるんですけれども、じゃあこのラオスで見れてるやつはこのカムチャッカ半島で見れてるやつと同じかどうかっていうのなんですけども、今のところ多分違うですよね。まあなので衛星発信機とかから見ると、エトロフとその先のウルップ島ぐらいまではその3ヶ月4ヶ月の間に行ってるんですけれども、それより上にまだ行ったデータがないんですよね。なのでもしかしたらそのこうウルップ島のあたりとラオスのあたりとかをうろうろしてて、あんまりもしかしたら上まで行かないのかなっていう気もするんですけれども、まあなので本当にどこまでこううろうろしているのかっていうのが分からなくて、みんながみんな同じところに集まってたら餌も競合しちゃうんで、まあなるべくそういうふうにはならないように、この群れはここで食べる、この群れはここで食べるってやってないと多分みんなが暮らせなくなっちゃうんで、ある程度の行動圏っていうのがあるんじゃないかなとは思うんですけれども、方言っていうか音を見てもラオスとか北海道で録音されてる音のいくつかはロシア側のカムチャッカとか千島列島で出される録音されている音と似てるものがあるんですよ。で、音が似てるっていうことはおそらく昔々おじいちゃんとかひいおじいちゃんとか、まあ、そういうぐらいの時代には同じ群れだったんじゃないかみたいな、だから親戚じゃないかみたいなことが言われているので、まあ、もっとなんか遺伝的なその近さとかをこれから分析していこうかなと思うんですけれども、そういうのが分かったらそのカムチャッカ半島とか千島列島とかのシャチと北海道のシャチがどれぐらい近しいのかとかが分かってくるのかもしれないですね。まあ、シャチっていうのはその海洋の生態系の中で一番高次捕食者で、その魚とか、まあ、イカとかその栄養段階が一番高い状態にあるんですよね。まあ、だからそのシャチが来るっていうことはそれだけ海が豊かだというところなんですよね。まあ、だからなんでシャチがラオスに来たりとか、まあ、北海道周辺で見られるかっていうと、そこにその高次捕食者であるシャチを支えられるだけのその餌生物がたくさんいる、まあ、それが豊かな漁場を作っているというところにもあるんですけれども、やっぱりそのそういうずっと私たち人間も漁業からいろんな恵みをもらっていて、それは海からの恵みのお裾分けなんですけれども、シャチも同じように海が育んできた餌を食べている、まあ、なので人間もシャチも海から恵みをもらっているものとして、まあ、一緒にずっと持続的な漁業をしつつ環境を守っていて、まあ、末永く一緒に暮らせるような海を作っていくとか、海をまあ守っていくっていうことが重要かなと思います。